巫女の忍びよ。もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど。蛇書きというものを二つ喰らえば流飲の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば流飲を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主しかと読んだのだな。もちろんです。ん、私は越智の巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば二つの蛇書きをお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、二つの蛇書きを手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は流飲をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。いただいた二つの蛇書きを食べ、時を置いて。わかった。狼。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。